ギャグ部門のチャンピオンを決める戦い行きたいと思います。バカです、どうぞ。ここまでバカだと邪念だらけでも均等運乗れる人。え、カレー味のうんことうんこ味のカレーどっち食うか。え、3回目じゃん。ああいいです、分かってますよ。3回目だよねそれで。前回の前だよね、前々回ってことだよね。前々回は確か俺はだから迷って家でうんこ食って味がダメで、それで調子も悪くなったからカレー味のうんこもうんこ味のカレーも食えませんって言ってごめんねって話だったんだけど、3000円くれたんだよね。で俺食ったんだよ。食ってその後の話だ、してなかったもんね、ごめん。ごめんなの。その後、なんと慣れたの。うんこ食えるようになっちゃったわけ。ほんで、今日なんで来たかっていうと、今度3000円払うから俺、うんこ食いたくなっちゃって。で、うんこ食いたいんじゃなくて、じゃあうんこは食えるってこと、つまり、うんこ味のカレーはもう食えるってこと。俺興味の範囲でうんこ味のカレー食えるってことだから、うんこの味食えるから。で逆にカレー味のうんこ今度食ってみたいわけよ。で3000円は何のために払うかっていうと、あのさ、ずっとさカレーだけ食ってて、ずっとカレー食ってたらきっとカレー味のうんこが出るわけじゃんか。あ、そっか、そういうことだよね。インドに行けばいいんだ。インド人のうんこはカレー味だから、インドに行こう。インドっていくらで行けるの？3000円あれば行けるかな。いや、なんつう対策のギャグなんですかこれは。いや、やっぱりバカだったな。お対するはルンバです、どうぞ。持ち主に初めて外に連れて行かれた、家の中という世界しか知らなかったルンバ。はっきり言っちゃってさ、これはもうお掃除用だよ。もうだってさ、俺が通った後もう塵一つ落ちてるんだから。どんなバカなガキがいたって、冬毛が抜け替わる犬がいたってさ、俺が通った後もう塵一つ落ちてるんだよ。ほんでね、あれだよ、歌舞伎町っていうとこ連れてかれてさ、いい、ね、歌舞伎町だってもう綺麗にしちゃったんだから、俺が通ったと思う、あんな汚ねえ歌舞伎町が何にもなくなっちゃってさ、その次さ、あれだよ、ご主人にさ呪われた館連れてかれてさ、部屋綺麗なんだよ、だけどさ悪いんだよ、意地が悪いんだよ、うちのご主人はさ、その部屋をさ、部屋綺麗なんだけど汚れてるって言うんだよ。俺に綺麗にしろって言うからさ、やったんだよ。綺麗になったよ。事故物件じゃなくなったっつって。だから今日はもう俺に綺麗にできねえところなんかねえって言うんだよ。だからさ、ほんともう俺がお掃除を。悩み？自分の影を吸い込んじまうっていうところかな。決め台詞。何ですかご主人、どこ行くんですか。え、お掃除王の俺をまた外に連れてきた。楽しみですね。秋の神社やべえ。秋の神社やべえ。なるほど。やばいっすね、胃腸から何からね、ね、とんでもないことになってるでしょうから ね。さあ、ということでギャグ部門のチャンピオンにふさわしいと思った方、投票お願いします、どうぞ。どうなるんだろう。ギャグ部門のチャンピオンはどちらになったのか、5、4、3、2、1、どっち。バカですね、はい、61.5 ということで、バカがギャグ部門のチャンピオンになりました。なるほど。